こんにちは、アバブバイクストア須崎です。はい、今日ご紹介するのは、マッドマンです。ベロシティの、ホイールで組ませていただいて、もうね、このフロントのホイールとかこれ絶版なんですよ。で、ギアは、ベロシティのブラント SS、 ちょっと太く、フロントよりちょっと太くっていうふうなことを心がけて作りました。チューブレスで組んであって、回すのはとっても楽ちんです。はい、素晴らしいと思います。今回のアセンブルはフリーでホワイトインダストリーのフリーが入ってます。音がね、とにかくいいんですよ。で、ホイールが組まれてタイヤがついた状態で普段皆さんが体感しやすい音を、聞いていただければと思います。で、サドルはスクイットのハンドスタイル、シートポストはニットの65です。で、このニットのステムと、以前に組んだ、トラックロクロスの組み方でほとんど組んであるんですけれども、トラックロでも楽しめるし、少しこう慣れるまではフリーで乗りたいという方もいらっしゃるので、フリーとトラックロと両方乗れるような、セットアップで組ませていただきました。クランクは GRX で、ペダルはライドっていう風な形です。皆さんやっぱり、普段使いしたいけど、たまにこうちょっとこう遊びに行って、土手とか走った時にパンクのリスクはできるだけ避けたいっていうのがあると思うんですよ。で、そういう風なスペックでとっても素晴らしい、形で組み上がってると思います。はい、おすすめです。今回のものに関してはトラックローでも組めるっていう風なところもあるので、ディスクブレーキの台座がついているんですけれども、フリーでやるんだったらウィキッドのホイールでいいのになって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、この方がやっぱり左右の、バランス差がなくなって、やっぱりコーナリングしやすさがあったりとか、そういうのが出てくると思います。シングルスピードの場合は、やっぱり巡航スピードを極端にこう削らない、要はブレーキはあんまりかけずにできるだけこう巡航スピードを保ったまんまコーナーリングを楽しむって方が多い気がします。そのためには右に曲がった時にはちょっとこういう癖で、左に曲がった時はこういう癖、結構使い分けるの難しいと思うんですよね。で、そういうのが左右バランスのスポークのテンションの差、本数の差みたいなところで出てきやすくなります。で、今回はこういう風な形で組ませていただきました。チューブレスで組んでるんですけど、やっぱり結構、トラックローの場合はそれなりに重量出ますね。測りましょう。はい、ゼロです。
わ10キロちょうどぐらいですね。 10.01 ペダルつけて、まあ、このぐらいだったら許容範囲かなと思ったりします。スチールのフォークがついて、スチールのフレームでっていう風に考えるとかなりいいラインなんじゃないかなと思います。まあ、なんかいろいろな、組み方ができて楽しいっていうのが、まあ、もちろん一つなんですけれども、何よりやっぱりちゃんとこうスピードを維持しやすく乗れるかどうかって結構大事だと思うんですよ。かっこいいけどなんかこう疲れるであったりとか、そういうのがいろいろバイクの組み方で結構出てくると思うんですよね。ずっと集中して自転車が乗ってられないじゃないですか。なので、リラックスタイムもありつつ、いい緊張感で乗っていただけるようなそんなバイクを目指して、作っております。結局スリルを感じるのって非日常だったりしませんか。だからそういう非日常を楽しむと気持ちがリフレッシュできたりとか、高揚して気持ちが高揚して、リフレッシュされたりとか、たくさん汗がかけて、リラックスできたりとか、そういうところが大きいかなと思う。今回もマグマのシングルスピードグラベルバイクです。インサートを撮りましたのでご覧になってください。ご覧いただきありがとうございました。アバンバイクビジョンズでは、スタイルのある自転車や、さまざまな自転車にまつわるハウトゥー、そういうふうなものを、ご案内させていただいております。ぜひ面白かったよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録をぜひご活用ください。今日も、ご覧いただきありがとうございました。